はいどうもイツキンです。本日は降臨イベントが来ましたのでそちらの解説となります。半年ぶりで氷属性に至っては1年ぶりになるので初めてという方もいるかもしれないのでイベントの簡単な説明だけをしておきます。形式としてはいつもと同じで難易度別のステージをクリアしてそこで手に入るアイテムで交換をしていくっていう形になります。ただ交換用のアイテムが2種類あって鱗と牙っていう2種類があります。で鱗に関しては上級と地獄級で手に入る通常ドロップ、牙に関しては超地獄級でしか手に入らないドロップとなっているんですけど、そもそも超地獄級が3回しかチャレンジできないので、まあ、牙もねそんなに多くは手に入りません。なので最悪超地獄級をクリアできなくてもそこまで交換するアイテムに差はつかないので、難しくて無理っていう人は無理してチャレンジをしなくても構いません。まあ、この辺の上級変換選択ボックスがいくつかね交換できなくなるだけなんで、まあ、大して気にしなくても OK です。で交換所にあるアイテムなんですけど、こちらもですね必要なものは上から4つのものと、あと変換石と、この氷の円と牙ぐらいですかね。この辺交換しとけば大体欲しいやつは全部牙とかもね交換できるんで、この辺だけ手に入れるようにしましょう。まあ、器とかペンギンは僕はいつもね交換しないので、余ったら交換するぐらいで OK です。なので、必要になるのは基本的に鱗になるので、上級か地獄級を周回して鱗を集めるようにしてください。はい、それではね、いつもねエピックセブンのギミックはね説明読むのがめんどくさいというのが大半なので、まあ、かなり簡略化して説明をしていこうかなと思います。まずは地獄級から簡単に説明して、超地獄級はギミックが2つだけ追加されるだけなので、まあ、それを後でね説明していこうかなと思います。はい、ではまず地獄級の1段階なんですが、特に注意する点はないんですが、闘志とか集中を貯める系のキャラクターはですね、全部貯まらなくなっているのであまり推奨はできません。ただ今回も使ってるんですけど、絶対に無理っていうわけじゃないので、地獄級ぐらいなら装備が整っていれば問題なく使えると思います。でボスが、潜伏を今してると思うんですが、潜伏状態だとダメージが 90% カットされてしまうのでダメージが通りません。なので基本的にはこの取り巻きを倒すために全体攻撃のキャラクターを1体は入れてください。推奨はビビアンですかね。配布キャラでもあるのでビビアンを育てておけば特に問題なく取り巻きを倒して、であとは、まあ、適当にシラーとか単体攻撃キャラクターでもダメージが与えられるので攻撃を与えていってください。2段階目も注意点は特にありません。強いて言えば、強化状態が、2つ以上ないと受けるダメージがちょっと増えるので、まあ、バフは多めにつけておくと安全に戦えるかと思います。まあ、今回はね、ロエンナとあとヘルガでバフをいっぱいつけて、まあ、そこまでダメージは食らわないので、まあ、あとはゴリ押しという感じですかね。まあ、正直防御力ダウンのためにヘルが入れてるんですけど、防御力ダウンつかなくても全然いけるぐらいなんで、まあ、あまり気にせず適当に単体キャラ2人とかでも問題ないかなと思います。まあ、ヒーラーは一応入れておいた方が、まあ、事故とかがないので、まあ、そこまでね簡単にこう敵の HP もすぐ減るわけではないので、まあ、多少は耐久できるように1体はヒーラーで残り2体で攻撃をしていくっていう感じがいいのかなと思います。はい、続いて3段階目ですね。3段階目は全体攻撃すると相手が全体反撃をしてくるので絶対にしないでください。なので基本単体攻撃で攻撃をしていくという感じですね。でデバフに関しては解除されやすい条件がいっぱいあるので、いろいろねあるんですけど、クリティカルを出さなかったら解除とか、いろいろあるので、あんまりデバフに期待せずに戦った方が、まあ、事故は少ないと思います。で今回から追加されたリリアスがめっちゃ強いんで、まあ、リリアス持ってる人は多分一瞬でクリアできると思います。防御を 100% 貫通でね大ダメージ与えてくれるので、一瞬でね相手の HP 削れます。これは超地獄級でも同じで、リリアスは非常にね強力なアタッカーになってます。
で一応ですね、去年あったこの氷結のエリシアとギミックが一切変わっていないので、もし他の編成も見たいっていうのとか、あとギミックもちょっと詳しく知りたいっていう人は去年動画を上げてるので、そちらをですね見ていただくと、去年の僕が詳しく解説をしているので、そちらもね気になった方は見てみてください。はい、じゃあ続きまして超地獄級の解説もしていきますが、さっき言った通り地獄級のギミックにプラス2つ新しいギミックが追加されたものとなっていて、これがですねちょっとめんどくさいというか、フルオートでできないような作りになっているので、ちょっとね操作を入れないといけないんですけど、基本オートでいけるので、これがねちょっと去年と違ったところかな。去年はね結構難しくなっていたんですけど、キャラクターが育ったりとかで随分簡単になったので、基本的にセミオートぐらいの感覚でいけるようになっていました。はい、そうしましたら超地獄級やっていきましょう。1ウェーブ目はパーティー変えまして、ビビアンと、ビルドレッドとベリアンですね。これ去年と実は同じパーティーです。一応ベリアンがいないっていう人は別の全体攻撃キャラでもいいんですが、この1ウェーブ目がですね地獄級と変わったのが、この敵のねバフがついてると思うんですけど、この剣マークのバフ、これがですね相手の取り巻きを全部倒した状態でボスに全体攻撃を5回当てないと解除されなくて、このバフが残っていると実質クリア次のウェーブ以降できなくなってしまうので、基本的には解除するようにしてください。でこの倒した状態で全体攻撃をぶち当てるっていうのが、ベリアンがいないとちょっと数が足りなかったりするので、そういう意味でベリアンが一番向いてます。でベリアン以外でもいけるのはいけるんですけど、逆に火力が出すぎて解除する前にボスの HP を削り切ってしまうっていう事故が結構発生してしまうので、できればベリアン推奨ですね。その他の全体攻撃持ってるキャラクターでも一応いけなくはないです。で2ウェーブ目、ここもですねオートではできません。というのもこの2段階目のバフ、この縦マークのバフですね、これを消さないと次の3ウェーブ目、これもまた実質クリア不可能になってしまうんですけど、これを消すためには、ボスではなくてこの取り巻きを、6回だったかな、殴らないといけません。なのでオートのままでいいんで、敵にターゲットをねタップして合わせてあげて、この取り巻きをね、殴ってください。次かな、次投げると、縦幕が消えるので、はい消えました。で消えたらもうあとボスでいいんで、ターゲットを消してボスを殴っていくと、ちょっと若干失敗してるんですけど、多少失敗しても全然いけるレベルなので、気にしないでください。これでね敵のバフが全部消えましたんで、これ3ウェーブ目はほぼ地獄級と同じ、ちょっとステータスが高くなってるんでダメージとかが痛いんですけど、基本的には変わらないギミックになっているので、あとはね削り切れば OK という感じです。はい、それでは3段階目ですね。これはですね去年はザハークでやってたところが木のリリアスに変わったおかげでめちゃくちゃ楽になりました。防御力をね 100% 貫通して大ダメージ与えれるので、シールド一気に削ってさらにゲージアップで補助、あとは、殴っていくだけっていう感じなのでめちゃくちゃ楽になりました。ただ1個注意点としては、相手氷属性なんですけどビオレタにも攻撃が当たるようになっているので、運が悪ければちょっとたまに事故るかなぐらいですね。でダメージがねこの通り結構痛いので、なるべく早めに削るぐらいが注意点かな。あとは他に注意する点ないので、もうとにかくダメージを与えるために連携とかを使って、削っていくという感じですね。もうリリアス2発目が打てればほぼほぼクリアできるという感じです。はい、というわけで攻略をしてきましたが、いかがだったでしょうか。もう去年は結構苦労して
試行錯誤したんですけど、今年はですね、もうリリアスのおかげか、他のキャラクターも育ったおかげか、もう30分もせずにね、適当にクリアできたので、割と難易度的には、まあ、昔は難しかったんですけど、キャラが育った人は結構楽にいけるんじゃないかなと思います。ただね、やっぱり最近始めた人でキャラクター全然揃ってないっていう人は結構属性を合わせないといけなかったりとか、まあ、そもそも9体必要になってくるのでちょっと苦労するかなとは思うんですけど、まあできればですね、属性はこの全部木属性じゃなくてもいいので、例えば光属性で固めるとか氷属性で固めるっていう風に、この1パーティーずつね固めていけばバフがもらえるので、まあ揃えてねやってみてはどうかなと思います。で、最悪ちょっと効率は悪くなるんですけど、上級周回でも全然問題なくて、まあ上級だったらねもっと簡単になってて、地獄級よりギミックが減ってたりするのでより簡単になってるから、まあ適当なパーティーでも全然 Y バーン周回のパーティーとかでも使ってクリアはできるかなと思うので、まあ上級でもね無理せず、いいかなと思います。はい、というわけで今回は簡単ですが、凍てつく口づけの、攻略動画ということで、もしね他になんかおすすめのパーティーとかあればコメント欄に残していただけると、他のプレイヤーが、見て参考にできると思うので、ぜひね、攻略情報を持ってる方は、コメントしていただければと思います。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。